それでは早速講演へ移ります。南部郷総合病院院長外科部長の梨本敦史先生より最初の講演1、胃がんの疫学予防診断、胃がんで命を落とさないためにのご講演をいただきます。梨本先生のプロフィールは配布しておりますプログラムに掲載してございますので、そちらをご覧いただきたいと思います。それでは梨本先生、どうぞよろしくお願いいたします。はい、ではよろしくお願いします。私はずっと新潟がんセンターにいまして、で今も南部郷病院のところにいるんですけど、今も外科の現役で、院長はごく一部で外科部長として今頑張っている最中の、です。で今日のお話は疫学と予防と診断という、一番最初の総論的なお話をして、今の胃がんの動向ですね、動きがどんなものになっているかということをお話したいと思います。今日の講演内容はこの3つで、最初は疫学、それから胃がんの原因、次に検診のお話をしたいと思います。最初にじゃあ疫学の話です。この、スライドは新潟県が出しているスライドで、日本人の2人に1人ががんになると今言われている時代です。もっと言いますとこういうことで、男性は3人に2人、女性は2人に1人ですので、皆さん男の方は左右の方 の顔を見ていただく、そうするとそのうちの2人ががんになる、女性は隣の人の顔を見る、そうすると私か隣の人かどちらががんになるというもう時代です。ですからもうがんになること自体はこれから高齢化社会がどんどん進んでいきますのでね、もうこれは避けられない時代であるということはご注意願いたいと思います。ただしがんになっても治るわけですので、なることはなかなか防ぐのは難しいですけど、なってから治るということ、そこに重点を、特に日本はそこに重点を置いてきました。早期発見早期治療とずっと言い続けてきまして、その効果は今出ています。部位別なこの罹患率といって、罹患率というのはがんになるという意味です。これに、推移を見ました。これ2012年までなんですけど、まあがんになる人全体的に見ますとちょっと増えているように見える。ただしこの胃がんが、男女ともに確実に下がってきています。ですから後でがんの死亡率と、下がってきているグラフが出ますけど、このがんをなんとか克服するということに対して胃がんはすごくこの貢献しているというのが現実です。でこれを見ますと、だいたい大腸がん肺がん等は横ばいで、男性ですとこの前立腺がん、これがすごく増えています。この一つの原因は、診断がしやすくなったこと、血液検査で PSA が上がっているということでチェックがしやすくなってきている、要するに診断がどんどん上がってきているということもありますし、それから高齢化が進んでいるということもあります。女性ではとにかくどんどん上がっているのは乳がんです。これはもう、欧米化してきていると思われるくらい今上がっていますね。でこれも胃がんは下がってまして、あとは子宮がんがちょっと横ばいだったんですけどちょっと上がってる、あとのがんは少し上がってるくらいでピークがそろそろ来たかなという感じです。でこれ国立がんセンターのデータですけど、2014年ですけど約14万人弱の方が胃がんとになってるということであります。でこれはまあ、ちょっと年齢調整したんですけど、今の流れですけど、やはりがんにかかる方自体はまだ増えている最中だというのが現状です。なかなかピークを超えて下がってきていません。これが外国の方だとそろそろ下がってき始めているんですね。ですのでおそらく日本もいずれピークが来て下がってくるんだろうというふうにして期待しています。どんながんになったかということで、ちょっとこれ2017年の予測ですけど、この男性の場合は4つのがんですね、胃がん、肺がん、前立腺がん、大腸がん、ほとんど同じ人数の方ががんになっています。で全体では57万人ですかの方が男性はがんになっていると。女性では圧倒的にやっぱり乳がんが多いかなと思いますね。で大腸がん、胃がんは3番目で、次に肺がんで、女性は43万人の方ががんになっているということで、100万、結局
年間で100万くらいの方ががんになっているということだと思います。まあ、これが、それを表にしたものですね。でも胃がんはまだまだ多いがんであるということ、かなり、克服してきていますけど、まだまだ多いということは事実であります。ただ少しそのがんになる人の傾向が出てまして、青が男性でピンクが女性ですけど、男性は高齢化しています。昔に比べてだいたい5歳くらい高齢化しているということが分かります。女性はそうじゃなくて高齢化もしてますけど減っているということが分かります。胃がんに関してはです。次に今度は死亡率、今まではがんになったなる方でしたけど、今度はがんで亡くなる方です。で、私らが生まれた頃の話ですけど、この頃ですけど、一番多かったのは結核です。で、次に 脳卒中とか脳梗塞、それから肺炎で、がんはまだまだ少なかったし、それから心臓病も少なかったんですね。それがすごい勢いで上がってきているのががんと心臓病です。その代わり結核がほとんどなくなりました。最近また肺炎がちょっと増えているのは、これはどうしても高齢者が増えてきてて、最後は肺炎になるということが今大きくなってから増えているからだということです。で、脳血管疾患も減っていますということで、とにかく圧倒的にこの悪性新生物、がんと肉腫ですかね、この数が増えている、死ぬ数、亡くなる数ですね。で、これ2017年のどんながんで亡くなったかというと、圧倒的に肺がんなんですね。これ見るとちょっとさっき の覚えてないかもしれませんけど、肺がんの方って6割を超えて亡くなります。なかなか治りにくいがん。ところが胃がんってこれ3万1000、はっきり言いますと7割の方が治りますというがんで、なるがんと亡くなるがんはちょっと下がるということです。で、女性では一番多いのは大腸がんで、乳がんはさっき圧倒的に多かったんですけど、亡くなる率は非常に少ないんです。8割は治るというがんの一つということです。で、がんで亡くなる方の傾向を見ますと、まあ、青がまた男性なんですけど、男性、これ全体を含めてですけど、男性も女性も高齢化、もう5歳から10歳くらい高齢化してますし、それから減少してきているということで、がんで亡くなる方はどんどん減っているということです。もう一つは年齢が高くなればなるほどですね、がんで亡くなる方、まあ、これがんにかかる方も増えますけど、亡くなる方もどんどん増えていくということで、まあ、これ80歳以上しか出してませんけど、これからどんどん高齢化しますので、85、90になればもっと増えるわけですね。ということで、高齢化ということは、がんになる人、罹患する人、がんで亡くなる方がどんどん増えていくということを言っています。これで年齢定性死亡率ってさっき言ったんですけど、この意味はですね、例えばですけど、これ昭和60年はこの青の人口構成で、平成、24年はこの赤なんですね。結局圧倒的に高齢化してきてるんです。このような年齢構成が違うところを比べても、どうも一対一 その比較ができないということで、これを年齢定性したと、そういう手法があるんですけど、それによってこう地域の比較とか年次の比較ができるようにしたというのが年齢定性、罹患率、年齢定性死亡率ということです。それで年齢定性死亡率、もう先ほどから言っているようにどんどんピークを超えまして今下がっている最中ですけど、がんになる方、がんで死亡する方はすごく増えてましたよね。数は増えてるんですけど、年齢定性死亡すると、年齢定性すると減ってるということです。要するに高齢者がどんどん増えてて、トータルの数は増えるんですけど、今の若い人たちはだんだんがんで死ぬ率は減ってきてるというようなことだと思います。で、各がんどんながんかといいますと、まあ、圧倒的にやっぱり胃がんが男女ともにその死亡率を減らす、本当に貢献してるんですね。で、まあ、日本はですね、はっきり言いますと世界で一番胃がんの治療診断進んでるんです。だから外人の方みんな日本に来て学んでって帰っていって自国で頑張ってる、それの元になった国ではあります。ですから、まあ、胃がんは誇れるわけですね。成績もいいし、下がってもいるしということを非常に誇れる、日本が誇れる疾患の一つです。
でその他に前立腺がんは、ピークを超えました。ですから亡くなる方はちょっと減り始めた。あとは全部ピークを超えまして下がっています。で女性では卵巣が最近ちょっと増えてたんですけど、これもピークを超えました。ただピークを超えていないのが見にくいと思うんですけど乳がんなんですね。乳がんはちょっとずつですけど増えている。ここだけですね。ここだけはこれから注意していただきたいと。ただ乳がんはなってもその治る人が多いのでね、早く見つけて治療するということで対策が立てられる疾患ではあります。でこれ都道府県別の、年齢適切死亡率を各県ごとに、見たものですね。で色が濃いところが非常に死亡の多いところということで、まあ、これ見て大体こんなことを今まで言われていたんですけど、この濃いところ、まあ、新潟県見ますとこれですから、男性は一番濃い多いところです、まあ、女性は2番目に多いところということで、今まではこの日本海側このラインがすごく胃がんが多いと言われていましたけど、いろいろ対策を立てましてですね、これが進むにつれて少しこう分布が変わってきているというのが現状でしょうか。次は胃がんの原因についてお話します。まあ、胃がんの原因ってこのようにしていろんな原因があります。これ慢性胃炎っていうのは胃の粘膜がこう荒れるんですね。で胃の粘膜が荒れますと、超常皮下性といって大腸がんの粘膜みたいになってしまうんです。そういうこと言ってます。あとは慢性的に炎症が及んでたり、まあ、これは炎症です。それから今皆さん知っておられるこのヘリコプターピロリっていって要するに細菌が胃の中にいます。これは今まで胃酸がすごく強いんで胃の中には菌がいないだろうと言われていたんですけど、これを見つけた人がいて実際にそれが原因だったということです。あとは食生活、これ塩分が高い高塩分を過剰に常に飲んでますとね、これはやっぱりがんになりやすいと。これは今野菜果物はたくさん取りなさいと、特に野菜をたくさん取りなさいということを言っています。タバコ、これは全てのがんの原因です。胃がんだけじゃなくて肺がんだけじゃなくて乳がんだってタバコ吸っている人は原因になってるんですね。で今まで胃がんってお酒関係ないと言われてたんですけど、つい最近のデータでやっぱり、飲み過ぎは胃がんの原因であるという疫学結果が出ましたですね。ですから飲酒も飲み過ぎないこと、あとは遺伝子、まあ、これはしょうがない、あとは仕事のストレスとかっていうことなんですけど、結果的にまとめますとこの2つに限ります。慢性胃炎とヘリコバクター、これが大きな2大原因です。でピロリってこんな菌なんですよ。で漫画で書くところになって便も持ってるんですね。でこの胃の粘液の中にいます。で粘膜にくっつきます。そうするとこの炎症酸が寄ってきたり、その、免疫学的な反応が起きたりしてここに炎症が起きるんですね。それが原因で胃炎になる、または潰瘍ができる、またはがんになるということです。でこの胃の中に菌があるなんて今まで誰も思ってなかったことを見つけた方がいます。でこれ2005年にノーベル賞をもらいました、オーストラリアの教授なんですけどね、ということで本当は日本でねこういうのは見つけたかったと思うんですけど残念ではあります。でも日本の先生方はみんな協力して研究には協力しています。胃の粘膜というのはこんな形で、これは非常にきれいな胃の粘膜なんです。でこの胃の入り口と出口は非常によく似てます。で胃の真ん中が、胃酸出したりペプシノゲン出したり、これペプシノゲンというのはタンパクを溶かす、酵素ですね、出したりしていろんなその分泌をしているこんなきれいな胃、それが荒れてくると、このような大腸の粘膜に似てくる。で大腸の粘膜ってこういう杯細胞っていうんですけど、こんな細胞がたくさん出てくるんですね。こういうのが胃の粘膜に出てきちゃう。で胃の粘膜が荒れたり、それから分泌力が落ちたりすると当然その分泌するものが減りますので、いわゆるタンパクを溶かすそのペプシンの元になるペプシノーゲンっていうのが減ります。それからピロリの感染、ピロリとだからそのペプシノーゲンっていうのを使うんですね。で感染はだいたい子どもの時に起きます。で昔はお母さんが口移しで食べ物を与えていた時期があったと思います。あれが悪くてですね、お母さんが感染しているのに子供に移してたわけなんですよ。ですからそれはやめましょうということで、
やめようということなんですね。そのですから今の若い人たちってすごくピロリの感染率が低いですね。20歳くらいの人はだいたい今 20% くらいでしょうか。私らは 70% くらい陽性なんです。ですので陽性の方は早く血液だけで分かりますのでね、検査をして除菌というのをするとまた 95% くらいは消えるということが言われていますね。で最後に検診のお話をします。もともと日本というのは早期発見早期治療ということを言ってましたのでならないようにするというのは難しいんですよ。みんなにその広めなきゃならないのでものすごい費用がかかります。ということもありまして日本はもともと早期発見早期治療ということに力を入れてきました。で厚生省が1997年胃がんに関しては胃のレントゲンで40歳以上毎年死になさいということだったんです。もっと言いますと乳腺は30歳から2年、子宮は30歳から2年一遍ということを言っていました。ただこれが状況がいろいろ変わってきましていろんなデータのエビデンスというのが出てきます。それによって2015年に変わりました。胃は、レントゲンかまたはカメラこれで50歳で2年に一遍、乳腺は10歳上がりまして40歳から、子宮は10歳下がりまして20歳からという形で検診を受けてくださいということを言われています。で胃がんの検診率を見たんですけど新潟県は決して悪くないんですよ。これ新潟県です。全国で2番目に検診率が高いですね。一番高いのは山形県で、全体的な話をしますと西の方が低いですね。まあ、当然日本海側東の方っていうのはがんが発生が高いのでそういう意味では関心が高いということも示しているのかもしれません。まあ、新潟県はそういう意味では非常に優秀な県であると胃がんに関してはですよ、ことが言えると思います。で今までのちょっと経緯なんですけど最初は胃に対してはレントゲンだけだったんです。で内視鏡はいいとずっと言われ続けてきたんですけどそのエビデンスといいますか大きなデータがなかった。それがデータがようやく揃ってきまして内視鏡もいいよということを厚労省が認めました。おそらく次に認めるのはこの ABC 検診といって、さっきのペプシノーゲンとヘリコバクターを組み合わせた血液の検査があります。おそらくこれが許可になると、期待しています。これはリスク検診といいますけどこの血液取るだけでそのチェックが分かる。これはもうとにかくやりやすいのでね圧倒的に、許可されることを期待します、ね。でピロリが胃炎を作る時の、まあ、経過なんですけど最初は両方とも、ピロリもいませんしペプシノーゲンもちゃんと分泌されてる。次にピロリが感染します。そうすると炎症が起きます。この時はまだまだペプシノーゲンは分泌されてるんですね。次にもっと粘膜が弱ってくるとついにペプシノーゲンの量も減りピロリもいるというその萎縮性いわゆる萎縮性胃炎といいますか慢性胃炎萎縮性胃炎という状態になります。これがもっとひどくなるともうピロリが進めなくなるんですよ。それでペプシノーゲン下がっているともう荒廃した状態ですということが分かってきました。それを使ったのがその今のこの ABC 検診というんですけどリスク検診で A 群の方は血液検査しただけでもうあと検査はしなくていいですよという方です。で B 群はピロリがプラスで C 群はピロリがプラスでペプシノーゲンが低い。 D 群はこれ要注意なんですけどペプシノーゲンが低いんですけどピロリも進めないですからがんになる率はこれが一番危険なんですね。で前にピロリ陽性の人で除菌した方 E 群と言いますけど一回消えてもですねまたがんになるリスクってゼロじゃないんですよ。ですから少なくとも2年に1遍くらいはカメラをしてくださいっていうのが今の私らの立場です。でこれがそうなんですけどピロリの除菌これ除菌した方なんですけどやっぱり年が経ちますとやっぱりがんが発生してくる。ただ除菌してない方よりも全然少ない。2つちょっと実験なんですけどこれは人間ではありません。発がん剤を投与します。たくさんの発がん剤を投与する少量の発がん剤それにピロリを感染する、そうじゃないそうとがんがどのくらいできるかというと発がん剤が多くてピロリを感染させた方が一番多く出る。で発がん剤少量でもピロリを感染するとがんが出る。ただピロリだけではがんは出ませんということなんですね。もう一つはまず発がん剤を投与します。でここでピロリをみんなに感染します。
で除菌をします。除菌をします。で早く除菌した人の方が少ないんですね。だからいつまでも除菌しない人が非常に多いということで、やっぱりこれは結論は分かってまして、早く除菌してくださいよということなんですね。でこれは実際の町田市のデータですけど、レントゲンで検診してた時は、まあ、受ける人も少なかったんですよ。ところが今の ABC 検診といって血液の検診をこの年に同時に並行させて次から血液検診に変えました。そしたらもうあっという間にもう、例えば4000人いた人が2万4000人くらいになって8倍も増えたということと、あとこれ、精密検査を受けてくださいよという人もこんなに赤の人が増えて、実際にがんの発見率も、0.1% が5倍に増えているということです。ですから検査も楽だし、質もまあそういう意味での質も高いということで、これはこれからおそらく伸びてくるというか、どこでもでやってくるようになるんじゃないかということを期待しています。もう一つ、この方は長崎県なんですけど、これは今検診した例です。ほとんどが9割が早期がんで見つかってる、まあ、治るわけですね。そうでない人、病院行って例えば症状が出たからといって病院行って診断する、もう早期がんだけじゃなくていろんな進行がんが見える、要するに早く見つけると早期で治療できますよということを示しています。私は2015年に御前に来まして、2016年からこの検診を取り入れまして、昨年もやりました。900人弱の人が900人くらいの人が受けていただいて、まあ、大体同じ全国と同じ傾向で、5名の早期がんが見つかりました。で早い早期がんが見つかるとですね、手術じゃなくて次橋本先生お話になるようなカメラで治療ができるんですね。でこの率を見てもらっても70歳の方って大体あれですよね、このプラスの人が6割から7割くらいいます。で今の若い人は本当に少なくて、A 群がこんなに高いので、血液検査だけすれば分かるということなので、ぜひ、進めたいと思いますね。これ内視鏡です。ここ盛り上がってる早期がんなんです。でここの周囲に、少し離して印をつけてこれを全部取ると、こういうことが今できます。これ内視鏡治療ですから、胃が大きさも変わらなければ、これ潰瘍が治れば元の胃に戻るわけですね。ということで早期に見つかると手術を避けることができますと。私外科医なんで仕事がだんだん減るんですけどね、それはそれでまあ嬉しいことではあります。他にもやることいっぱいありますので、ぜひ、検診を受けて早くに見つかっていただきたいと思います。でこれ新潟県の登録、新潟県の登録なんですけど、胃がん、青が検診で見つかった方で、赤が病院で見つかった方、まあ、症状があって、この 5年生存率という治る率 30% 以上下がるんですね。要するにさっき の、まあ、早期がんで見つかれば治るということは意味してるんですけど、検診の方は治る率が高いですよということ。胃がんの予防は特に萎縮性胃炎、胃が荒れる前にとにかく、除菌してくださいということですね。で子どもさんを大事にしましょうということにつきます。まあ、ある程度女性をターゲットにしないと、女性から移してたことが多かったので、そこのところもブロックしましょうということです。終わりです。胃がんで命をつなぐために、早期発見早期治療に心がけましょうということと、これからは予防ですね。まあ、いろいろ同じものを頻回に取るとかですね、それからしょっぱいものを取るとか、酒を飲みすぎるとか、いろいろリスクがありますので、そういうことは避けていきましょうということと、胃がんをよく知ること、これが打ち勝つ秘訣ですということです。新潟県も医療に強い高齢者に優しい県として発展していきたいと思っています。終わります。どうもありがとうございました。